公演でした。公演終わって、今ちょっとお弁当を食べようかなというそんな感じに、お弁当を食べて練習しようかなって感じです。かわいい砂金子、くまちゃん、ありがとう。やばい、目が。とてもいいような夜だけど、今日きらめきと君も。とてもいいような夜だけど、かわいい赤ちゃん、ありがとう。いつも今日はね、サラダが公演終わりもあったので、サラダをサラダと、あとこれはなんだ、なんかコチュジャンがついているお肉のお弁当です。なんか本当にさ、野菜が大好きで、私は昨日もね、夜食で、まあ、夜食といってもね、味噌に、味噌マヨネーズにごま油、レシピにはお砂糖って書いてあったけど、お砂糖が今ちょっとあんまないから、お砂糖入れずに味噌マヨネーズとごま油でお野菜食べたら美味しいんですよ。だけんきゅうりを食べたくなって、昨日はだけ味噌きゅうりみたいな感じで食べた後に、ちょっとお味噌のディップソースがあったので、レタスも一緒にディップして食べました。お、明日ここで行きます。明日めっちゃゆかちゃんコールしてください。よろしくお願いします。なんかさ、洗濯するの大変じゃん。で、昨日は洗濯して干し桃剣乾くっちゃけど、もうお家にタオルが全然なくてさ、でお風呂上がった時にさ、あ、タオルないってなって、生誕タオルがあったので助けられましたね。で、また今日タオルをゲットした。浮世絵タオル、かわいいね、これなんか色合いが。オレンジと緑って黄色にしてみたんだ。可愛いと思います。で、この後はね、ゼップがちょっと本当にやばいけん、ゼップの練習をします。やばいやばい。うん、美味しいですね。なんかこの前自分の配信見た時に思ったんだけどさ、めっちゃ咀嚼音乗るよね、配信に。でもいいんだ、お腹空いてるから食べる。こんにちは。トマトのサラダはポテトサラダとワカメが入っていていいですね。ヨガ編。ウオーマ。ウオーマ。フードハークアイ。シセワチロウロウ。肉肉和菜。
合ってるのかしら。ティール公園で生ゆかちゃん見た。あ、かわいいだって。ありがとう。そうなの、大人になりました。あ、なんかいっぱい転がってきた、だるまが。なんか顎パキパキ言うんですけど、肘もたまにパキパキ言うんですけど、公園なう、公園なう。ゆかちゃんコールお願いしますよ。めっちゃ聞こえるけん、やっぱりコールって。ジム系4ってやっぱ歌割りなんかね、4人ずつとかが多くて、だからコールが大きいととっても嬉しいんだ。ユニットもね、明日ここで行くよ。嬉しい、コールしてね、いっぱい。うん、明日も行く、ありがとう。今日家帰ったらちょっと少なくしよう、この明るいやつ。リアルウマ娘競馬ってこと？競馬行ったことないですね。でも行ってみたいな、なんか楽しそうっていうか。こんにちは。行きやすいのはボート。この近くはあんまりないのかな。小倉とかのイメージがありますね。
お豆。ちょっと疲れましたね、やっぱ昼公演にすると芦屋ボートレース場？芦屋ってどこ？ツイートもねしました、12年目もよろしくお願いしますっていう。誰かの声が聞こえる。めっちゃ会話聞こえる。とてもやばい、もうずっと頭に残るねこの歌。いいような夜だけど、あそうだ、芦屋さ舞台したところだ。あの真横にボートレース場ありましたね、芦屋ボートレースって。結構時間かかった記憶ある。いつもそのオペラ歌手の方とか、ふみさんっていうオペラ歌手の方とか、あとわかにゃんとみんなで車車両で行ってましたね、現場に。いただきます。懐かしいな。今度ね、福岡市民ホール、市民会館でするみたいですね。私は ZEP のねライブが被っちゃってね、出れないんですけど、今回再演なんだけど出れないのよ。だから私の役のとこは他の方がね出られるみたいなんですけど、そうめちゃくちゃ寂しい。だけど若にゃんもねもうすぐ福岡に来て稽古するんじゃないかな。舞台感激前にかけて買った、いいね、どっちも楽しめて。しかも舞台期間中さブルーインパルスも飛んでてさ、すごかった、めちゃくちゃいい時間でした。おいしい。ゆかが食べるとこ見てて。いただきます。なんか最近 TikTok 開いてなかったのにさ、自分が上げ始めてめっちゃ見るようになっちゃってさ、 YouTube のショートとインスタのリールと TikTok はさ、なんか惰性でずっと見ちゃうんだよね、こう短い件全部。だけどお家、今日帰ってお家で練習しようか迷ったけど、家帰ったらもう絶対やらんと思って、今日はもう頑張んなきゃっていう。明日からほぼ毎日あるよね、あの みんながした最近の息抜き教えてください。やっぱりさ走り続けるのは大変ですから、私もお仕事忙しいなっていう時こそちょっと落ち着いたらさ友達とご飯行こうとかしたりするんだけど、みんなどうし、最近はどうですか、息抜きできてますか。
映画見に行ったよ。いいね。チョコザップ行っても死んで歩いてる。チョコザップ。行ったことないカフェでコーヒー豆買う。いいね。私コーヒーあんまり、ブラックあんまり飲めないのよね。でも最近アイスコーヒーは飲めるようになった。あの氷があるけん。でも美味しいんだろうな。キャンプ行った時にコーヒーこう豆からゴリゴリして飲んだやつなんか美味しかったもんな。スイッチでずっとスイカゲームしちゃう。スイカゲームってさ、 iPhone でなんか一回流行ってこない？ネットのブラウザのなんか推しメンのさ、コロコロって転がっていって同じなんかサイズのやつがボンって大きくなってみたいなやつとは違うスイカゲームかしら。なんか流行ったよね一時期。やってた。ここで見れたのが息抜き。あー、それ嬉しいね。映画は私街の上で見に行きたいんだよな。中洲太陽劇場、太陽劇場合ってますか、あの読み方。中洲のあのとこでやってるらしくて、街の上でって今泉力也さんっていう方がね撮ってる。そのなんて言うんだろうな、なんか例えばサスペンスとかなんかラブコメとかそういう感じではなくて、なんか日常系というかっていう感じなんだけど、すっごくねなんかロケーションというか下北沢で全部撮っててすごくね好きだったんですよね。ネットフリックスで見たんだけど、映画館でもね見たいなって思って。でもさ、ちょうど見に行けなさそうなんですよね。なんか公演がずっとあるからさ。めっちゃ素敵だよね。そう、リバイバル上映してるの。全国のなんかちっちゃい劇場とかでやってるっぽいです。猫の牧場作る系ゲームしてる。かわいい。やってそう。うん、おいしい。あとはね、この前吉本の劇場見に行きました。福岡吉本。そう、ドクターハインリッヒさんとダブル東さんが大阪から来てらっしゃって、あとは福岡の吉本の芸人さんたちがライブしててめっちゃ楽しかった。しかも近いから今から例えば今日会っとるとしたら、今日はちょっと会っとるか分からんけど、吉本劇場めっちゃ近いからすぐ行けるんだよね、行こうと思ったら。なんかチュンいるやん、下の方に。チュンがいますね。ずっと見れるんやろ。大将チュン。こんなシンプルなアバターあるんだ、いいね。めっちゃ近くて、上上がったらもうすぐですね。煮沸の時とかもめっちゃ近い。煮沸はなんかどうなんですか、楽しいの？みんなは。私はとっても楽しいんだけど、そのみんなはどう思ってんだろうって思って。結構ゆるっとしてる回もねありますから。でもありがたいよね、そういうのがさ。やっぱ初期の頃から
入った時からさ、吉本の方と、私はあるあるワイワイテレビっていうのを小倉でやってたんよ。テレビ放送してて、芸人さんと入ったばっかの私とかが出とって、めっちゃ鍛えられたんよね、それで。だから、これ、社服とかがあるのってめっちゃありがたいことだなって思ってさ、芸人さんがね、いっぱい面白くしてくださったりして。この前行きました、面白かったです。嬉しい、ありがとう。社服何気にね、楽しみにしてるんだ。そうで、この前吉本のお笑いライブ見に行った時も、壁に社服の、ね、ポスターが貼ってあって、で、1階から上がってくんですけど、おいもちゃんの生誕祭やっとって、下で、で、ね、写真をパシャリと撮ってすぐ吉本のフロアに行きました。コットンさんね、面白いですよね。いや、すごいすごい芸人さん、めっちゃ福岡に来るからさ、すごいいいですね。なんか平日の水曜夜とかだと現地行きづらい。どういうこと？野球とかと被ったらってこと？お仕事的にか。10分ぐらい歩かないかもね。ちょいむずよだよね、なんか行くの。なんかさ、寒くない？急にどんどん寒くなってきて、秋だなって感じする。金木犀はまだ見てないけど、まだ届っちゃうかな。福岡は食べ物美味しいから、芸人さん前乗りで行くみたい。この前アメトークでさ、前乗り大好き芸人みたいなのやってましたよね。前乗り、でも福岡地方大好き芸人か。福岡やっぱ美味しい店いっぱいありますからね。そう、お昼ご飯見たよ、私も。なんか秋山さんか誰かめっちゃ投票しとったやつよね。アメトーク論破はよく見ますね。スイダーもね。うん、この前ね、もうなんかさ、うちの中にまだ物入っとるのに喋らんでって思うかもしれんけど、なんか喋りたいと食べたいが一気に押し寄せて来てるんだよねってことです。なんかさ、お昼公演終わった時あるあるなんですけど、なんか11時とかに半分ぐらい食べて、で、今半分、食べてるって感じ。朝ごはんはもちもちメイプルブレッドみたいなやつ食べました。で、パンってさ、
なんであんなにすぐなくなるんだろう。あとカフェオレをね、スイートミルクのカフェオレを飲みました。なんか集中できる気がして。目元で君と祈れば溢れ出す、ああ思いにハレルヤ迷える魂が。私食パンこの前買ってさ、2切れフレンチトーストしてさ、次買うときは食パン凍らそうって思いました。食べる分は。いやマジ何事も勉強すぎてさ、知らんこと多いからさ。本当に豆乳はさ、なんかさ賞味期限見たらさ、めっちゃ来年とか買い取るのに、開けたら割と早く飲まな、めっちゃちょっとあの大きくなっちゃうとか、ちょっと勉強注意は初心1年目って感じの感じです。勉強になりますね、いろいろ。食パンが冷凍してる、いいね。オーブンあるけん。食パン消費きつい。そう思った、本当にね思った。フレンチトースト2枚食べたっちゃけど、意外と早く食べないかんし、私常温でいいと思ったんよね普通に。けどやっぱり冷凍がいいなって思いました。一度限りです、その食パンを買ったのは。であといちごジャムをこの前八女市にロケでうららちゃんと八女に行った時に、あいちごジャムをいただいたんですよ、八女農業高校さんの。だからいちごジャムでクッキーをね焼こうって最近思ってるの。ジャムクッキーできび砂糖を買うと。覚えとかなきゃ。私ご飯はさ、ちょっとレンジをまず買うとこから始めなきゃいけないっていう話になるんですけど、冷凍したらさ、冷蔵もそうなんだけど食感が変わるじゃないですか。それはそれはでレンジでチンってしたらなると思っちゃうけど、私レンジないから、まあ、チャーハンにするとかなんですよいつも。それめっちゃ美味しいんだけど、だから1合炊きですねいつも私は。そんなにで米をね食べようってねならんちゃうやんけん、そもそも米を食べようってなるときはカレーとかじゃないときは普通に、炒め物食べたり、あとお野菜食べたり。この前鶏ハム作ったから、てか生姜をねそう1本買ったと、この前買ってさ。生姜ってさ、なんかマジこんぐらいでいいのにさ、1回の食事もうこんなんで売ってるじゃないですか。だからさ、ちょっとめげそうになったんですけど、でももう買った日にやんないと、もう絶対にこれは干からびさしてしまうと思ったけんね、ちょっと剥いて。でなんか皮は別になんか綺麗に取らんくてもいいって書いてあったから、まあ海苔でまあできる限り取って、で全部スリスリして、でその日はなんか喉をさ、喉ずっと鼻声やったから、生姜とネギと大根とあと豚肉やったかな、のなあのスープを作ろうって思っとって、それめっちゃ美味しかったっちゃけど、もう生姜めっちゃ入れて、ネギもあのうっとうやつあるやん、このネギ長ネギのあれを全部もうチョキチョキして入れて、そうそれめっちゃ美味しかったんだよね。
初めてしたんですけど、おすすめで、それやったからさ、で結構ね5分の4ぐらいは余っとったけん、今スリスリして全部それ冷凍してんの。でめっちゃね、それ結構私はすごくおすすめ。これからさ冬だからめっちゃいいし、スムージーにも入れれるなって思ったし、私基本めんどくさがり屋だからスムージーとか だからめっちゃありがたいっちゃん。バナナとお野菜あればお野菜も入れて、普通にバナナジュースで飲む時もあるし、あとバナナセサミもいいですね。バナナとごまとほうれん草とかの時もあるっちゃけど、その時もさ生姜入れたらいいなとか思ったし、なんかレシピ本に書いてあったのはなんか生姜と人参のスムージーって書いてあって、他なんかリンゴとかもしかして入ってたかもしれないけど、それもいつか挑戦してみようかなって思ってます。チューブの生姜じゃなくて生姜スリスリするんや。そう、その生姜鍋を作った時に生姜スープか。でもね、喉にめっちゃ良かった。それなんかいい感じだったってけんね、その時に刻み生姜を食べたくて、どうしてもてけんね、一本買ってみたっちゃけど、めっちゃねそれはおすすめ。なんか大変やけど皮むくの、冷凍しとったらなんか炒め物とかに入れてもいいし、薄くしてパキパキして凍らしとっちゃけど、てけんもうずっとあんま最近配信できてなかったと思うんですけど、今ようやくね治ってきたっちゃけど、めっちゃ鼻声でさ、めっちゃ鼻声やからもうどうしようって思って、2週間ぐらいずっと鼻声だったの。だから ZEP のさリハーサルを1週間ぐらいした時にもうなんかずっと降りすぎてめっちゃアレルギーみたいになってさ、そうけどようやく治りましたね。でそれ冷凍生姜何がいいかっていうと、すりおろしたやつ、夜なんか生姜湯とかはちょっと分かんないけど、なんかね以前歌の大会の時にカリンジンジャー、あカリンシロップか、カリンシロップをもらったじゃん。でカリンシロップもらったんだけど、それにすりおろし生姜入れたらめっちゃあったかくていいし、お紅茶とかにもねめっちゃいいと思うんだよね。なんかインフルエンザとか熱い紅茶をさ沸かして飲んだらさ、茶葉からなんかウイルスめっちゃ撃退するみたいなのがずっとなんか言われてるじゃないですか、ここ数年で。結構前から言われとか、いやそういう時にもさお生姜混ぜたりしたりして、楽しみこれからが。鶏ハムにも生姜めっちゃ入れたものやけ、するよろし生姜。そう、それは結構ね頑張ってよかったなって最近思ったこと。ちょっとすりおろす段階でちょっとめげそうになったけど、結構ね汎用性高いっていうか、何に入れてもいいから、あのすりおろしてめっちゃよかったなってそう思ってます。うんうん、興奮しましたね。なんかニンニクチューブも生姜チューブも 100% じゃないじゃないですか、そのいろんなのが入ってるから、まあ、できるならニンニクに関しては私はチューブでいいと思うけど、生姜はやっぱり普通の生姜がいいなって私は思いました。いっぱい摂取したいから。歌うしね私は、だから喉を気をつけんといかんから、生姜はね買ってよかったです。とってもあと何が合うんだろうな。てかね生姜、豚の生姜焼きとかもめっちゃできるよね。
びっちゃびちゃにして生姜めっちゃ入れて。でけん、とりあえず生姜スープを今日は飲もうと思います。ね、さっきからね、眠たいんですよね。眠たいけど、練習しないけどから。弁当食べて、一頑張りします。うんうん、昼公演したけんね、疲れましたね。なんかパジャマドライブ公演ってさ、あの中盤ブロックがさ濃いよね。なんかメッセージ性強いっていうかさ、トゥイヤーイズレーターは3曲あるけど、トゥイヤーイズレーターはもう2年後にね、めちゃくちゃ好きやった人がもう約束しとった人がさおったけど、私は信じれんくて、もうその2年もさもう会えんかったけん、次の人を見つけたわけよ。で結婚したの。でもそしたら現れたの、その約束、2年前に約束してた人が。でもっていうなんか歌で伝わりましたかね。でめっちゃ後悔してる人の歌で、次は命の使い道は、結構もう自暴自棄があるよね、命の使い道は。自暴自棄ガールの歌です、命の使い道は。だからずっとね、なんか心が空っぽな感じというか。で次がキスして損しちゃったわ。だから全部なんか人との、なんて言うんだろう、人とのあれですよね、あれの、やばい、語彙力ない人とのね、なんか結びつきの歌というか。して損しちゃった、もう題名から分かれるけど、強がりさんですね、強がりガールの歌です。キスして損しちゃった、トゥイヤーズレートは未練タラタラガールの歌です。命の使い道が自暴自棄ガールで、損しちゃったは強がりガールの歌です。どういう感じの、どういう、だからなんかコンセプトが結構パジャマドライブ公演って言ってるぐらいやから。でも初日とかはさ、もうアイドルにもうなんていうと、もうぴったしというかさ、誰しもが共感できる歌詞だし、パジャマドライブもね、なんか可愛いよね。パジャマドライブってさ、
したことありますか皆さん、パジャマでドライブ、その歌詞みたいなさ。ねえ、私パジャマ、パジャマっていうパジャマ最近き、まあ、夏だからか、白 T とかだからちょっとパジャ、それでさ、白 T、 白 T なんですけど、寝るときいつも白 T でドライブしたとて、ちょっとパジャマドライブ感はあんまりないですけど。水着ならある。海帰りとかはそもそもパジャマ着てない。わかる。で冬は結構着るかも。私はちょっとなんか気分上がる、モコモコとかってね。これから秋になってくるけん、あったかいの持ってこないよ。パジャマ、パジャマドライブ。でもそういうなんかノンフィクションじゃないかもしれんけどね、え、なんか作り手のなんかあったん、そういうのあったんかなとか想像しちゃいますよね。でも作曲、作詞とかでさ、やっぱ実話を歌にする人と実話じゃないのを歌にする人がおってさ、まあ様々なんでしょうけど、秋元先生はね、どっちもあんのかな。帰ってきた服のままで寝落ちしてるイメージ、いや最近してないんだよね。まあなんでかっていうと、実家だとソファーがあったから、ソファーでさ、もうデーンってなってたけど、うちはねソファーがなくて、私ヨギボーに寝るのは嫌なんよ。そのヨギボーめっちゃいいけど、その寝るときはベッドで寝たいんよね。ってなるとベッドに、ベッド汚くしたくない、汚くしたくないから、最近はね、だからね、わりかし、うん、大丈夫ね。お家は寝るのは結構遅いけどね。木本さんってパジャマ着るのかな、あったら聞いといて。あれ女の子側がさ、パジャマでドライブしとったよね。運転手側もパジャマだったっていう、そういうこと。そればっかりはね、木本先生しか分かりませんから。部屋のガラス窓に恋しの当たる音。映画とかでよくあるよね、洋画とかでさ、パンって投げて外から、でこうこうやって窓開けて、ごちそうさまでした。そう、作詞作曲、作詞はね、割とねメモ帳に書いてて、昨日もなんかいろんな歌を作りたくてさ、実話もいいけど、実話じゃないのもね作りたいなとか思って、なんか適当に思いついたことメモして寝ました。4時5時ぐらいにくちゃみです。収まりました。
くしゃみ出そうな時ってここをさこうやって押さえたらさ、くしゃみ止まるんよ。せんでいいと思うけどする必要ないかもしれない。やってみてください。あの絶対にくしゃみできないっていう状況の時、くって押したらくしゃみ止まるんですよ。完全にジャスミンティーだと思って買ったら違ったんだよな。これもなんかセブンイレブンかな。セブンイレブンでなんかこのシリーズめっちゃ置いてあった。ハガレンの作者は枕元に紙を置いて夢を書き出してるらしいよ。素敵。錬金してる。なんか なんていうと生み出してる感があります。クラクション迷惑と分かってはいるけど許してくれ。ものにならだらならちょっとお腹いっぱいになったな今日。どっか食べ行こっかなって思ったけど、私さマジでね、なんか群抜いて寂しがり屋なんですよ、めちゃくちゃ。だからねえ、ちょっと困ったもんだよね本当に。実家だとね、まあ家族いますけど、だからたまに実家帰るのと、あと舞台のね友達とか誘ってみたりとかしたりして、だからできるなら毎日鍋パとかして暮らしたいぐらいある。さて頑張りますか。ルームシェア、私4人ぐらいだったらしたいかも。でも1人の時間欲しいわってなんか難しくない？いやマジで難しい。なんかずっとね誰かと一緒は無理だわ。そう1人の時間欲しいけど寂しがり屋って一番ね厄介なパターンです。しかも私はもうめちゃくちゃ夜型だから、もう絶対にね多分人とね暮らせないという生活習慣です。そう。しのっちはね、ちゃんとね働、なんていうと、一般のその早起きというか7時8時ぐらいに起きてたけど、私はもう朝の5時とかに寝たい人だから、サイクルもねありますよね。なんかツイッターで回ってきたんですけど、そのアパートとかで知り合いとかでもい、なんていうと一棟、みんな知り合いとかだったら楽しそうみたいなツイートが回ってきて、確かにって思いました。すぐ集まれるし。あとサウナに行きたいね私は今。サウナ行きたい。なんかやっぱみんなさ、ないいって言うやん。何分するんかとかも全然わかんないけど、だからちょっと近々行こうかな。だから疲れ取れるとも言うし、だから今日ね、今日でもあれか、落ち着いたら行ってみようかなと。
感じです。息抜きしながら頑張っていきましょう。あとこの前あきちゃんとね飲みましたね。そういうのもね楽しいですから、後輩とかと。ちょっとね今ゼップがあるんで、ゼップに全集中ですが、落ち着いたらまたどっかフラッと出かけたりして、街でね見かけた時は声かけてくださいね。ハートかわいい。じゃあランキング読んじゃうね。13位から左京、ルナムーン、ヤマポ、かっちゃん、レインメーカー、ナオ、トモゾッペ、PPF、ウメッチ、ルイボスティー、カッコカリ、マンチク、肉、ベスト3が3位が、サンガー、ありがとう。そして2位が、サキンコー、ありがとう。そして1位がワーカー、ありがとうね。ありがとうございます。コメントもねいっぱい見てますし、このアバターも見てるよ。いろんなアバターがありまして可愛いと思います。昼寝しそうね、ありだな。もうちょっと公園で疲れちゃったから10分か15分もうガチッと寝て、ありですね。あと最近私はモンハンナウをね始めてみました。ポケモン GO の会社と同じとこがやってる、モンハンナウとポケモンスリープやってる。ポケモンスリープはあの眠りの約束を3時半にしてるんだけど、毎日守れなくてわっってなりながらレシピ作りに奮闘しています。ではでは頑張りましょう。ありがとうね、本当に息抜きしながら頑張っていきましょう。じゃあねー、バイバーイ。